新型コルドリーブスの見積もりを。という方法もあり、早速発表お願いします。はい、金額の方が皆さんこんにちは、バンテックつゆきでございます。今回のウィークエンドバンテックなんですが、新型コルドリーブスのですね、見積もりをやってもらおうということで、毎度おなじみ桐生店長にやってきてもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫ですか？お願いします。お願いします。ということでですね、ちょっと事前にこんぐらいの装備がいいかなということで、桐生店長の、最低限ちょっと必要なオプションをつけてもらった形で見積もりを していただきました。いくらぐらいになるんでしょうか。ちょっともうとは言っても目の前に紙があるんで、僕ちょっと値段見えちゃってるんですけど、見ないでくださいね。ご説明お願いします。はい、コルドリーブスの、まあ、お色が2色展開あるんですけども、はい、今は、ライトブラウンの方で見積もりをさせていただきまして、はい、まあ、一般的にといいますか、皆さんよく、うん、選びます肉の D デルタ、あ、はいね、はい、シングルタイヤの方になっております、うんうん、車両本体価格ですね、はい、699万6000円になっております。ほう、700万9万ですね、はいはい、こちらに、オプションがトリプルサブバッテリー、1500ワットのインバータ、うん、バッテリー残量計、はい、冷蔵庫ですね。あ、冷蔵庫ですね、はい、こちらを付けさせていただいております。はい、仮想オプションの方が今申し上げましたオプションの方で48万5100円です。初費用の方が、はい、自動車税が年間で4万800円になっておりまして、うんうんうん、今仮に7月の登録で計算させていただいてまして、はいはい、月割で2万6600円、うん、環境性能割が9万300円、はい、重量税3万2800円、うん、自賠責保険が2万4780円、はい、印紙代が2100円となっております、はい、こちら法定費用の方で17万6580円になっております、はい、でバンテックの方でかかってきます費用の方で、うん、予備検査費用が4万5000円、うん、登録費用が2万5000円、はい、点検整備費用が2万円、はい、陸送費ですね、こちら山形から、うん、お店の方まで運んでくる費用で5万6000円になっております、はい、こちらの方の費用が14万6000円ですね、うんうんうん、はい、ですのでトータルでいうと大体32万円ぐらい。前回見積もりしてもらった520とさほど金額は変わらない。そうですね、はい、若干環境性の割が少し変わってくる。ああ、なるほどなるほど。ということで、じゃあちょっともう早速値段聞いちゃいます？聞いちゃいましょうか。大丈夫、なんかまた4桁とか言ったらうーんとかなっちゃうんですけど、大丈夫ですか？結構乗りやすい金額になって。おっと、おっと、はい、早速発表お願いします。はい、金額の方が、全て込みで782万6270円。おっ、4桁はいかないわけですね。前だって520、1100万ぐらいいったんですよね。新型です。で、この値段、はい、装備はね、どうしてもそのトイレがなかったりとか、サイドオーニングついてなかったりとか、温水ボイラーがついてなかったりとかって、まあいろいろついていない装備は結構あるんですけれども、それにしてもまあこの値段でこの車が乗れると。ここにまあ、皆さんナビ関係だったり、あ、まあ、テレビのこう、うん、装備ですね、アンテナなんかを皆さんつけますね。あ、そうですね。まあ一方でそのHuluとかの有料会員になってるんで、なんかタブレットとかで映画見てあんまり家で見なかったりもするし、例えばね、今さっき言った通りテレビいらないよって言いながら、はい、やっぱずっとテレビ欲しいじゃんってなった時は、その今のオプションの値段でいけますか？そうですね、はい、できるものできないものあるんですけども、うん、ほとんどの装備は後からでも装着可能です、うんうんうん、じゃあとりあえず浅くしておいて、その実際に使ってみて、あ、これ必要だね、あれ必要だねっていうものをちょいちょい足していくという方法もあるんですね。はい、そっちの方がいいかもしれないですね。そうですね、この値段やっぱりなかなかね、そうは言ってもみたいなところがあって、520の時もまあ月割というような話をしたんですけれども、計算していただいて、で、テロップの方に多分この辺に入ります。この辺かなこの辺に入りますので、はい、月々こんな感じでコルドリーブスを乗ることができるということでございます。はい、
ということでですね、ちょっと今日忙しい、本当忙しかったです。すいません、忙しいところまたやっていただきました。このシリーズいろいろやっていこうかなと思ってまして、ちゃんとしっかりご案内できてない、まだあのコルドランディとか、あと先日僕が乗った、ジル480スキップ、こんなのもですね、ちょっと実際乗ったらいくらかなっていうのをちょっと桐生店長を交えてですね、なんかお見積もりシリーズみたいなのをちょっとやってみようかななんて思っております。ということで、じゃあ桐生店長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、ウィークエンドバンテック、以上露木がお送りしました。